はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからですねお届けさせていただきます。私のチャンネルなんですけども、ダンホール11から13までのクラン対戦系の動画中心に解説をしております。やっぱりクランにいる上で対戦で星さんが取れるかどうかってすごく大きなポイントかというふうに思いますので、そういったところでこう悩みをね持ってらっしゃる方のこう助けになるような動画をやっていけたらなというふうに思っておりますので、まあ、よろしければ最後までぜひご覧いただいてですね、この動画いいなと思ったらぜひグッドボタンとか押してもらえたらすごく嬉しい。またチャンネル登録まだだった場合にはお願いできたらとてもこちらも嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。ところで旧正月のモニュメントがなんかすごいところに入ってきちゃいましたね。幸運の木がトナカイさんの鹿さんの、ね、角みたいな感じでユニコーンっぽく入ってきましたいやこれねまだちょっとねシャベルを使って取ろうとは思ってなくて、勝手にこの外周に生えてきたらそれをですねシャベル取ろうかなと思って、なんか入ってきた取っちゃうわまあどこも外周に生えてこなかったらこれをシャベルで外周に打つなというふうに思うっていうところはさておき、本題じゃあ行ってみたいと思うんですが、今日はスーパーネクロマンサーですねの動画見ていきたいというふうに思っている。もうスーパーネクロ、あれだ、ドバタシ編成ですね。ごめんなさい。終了系のドバタシ編成。スーパーネクロマンサーじゃないわ。それはちょっと前の動画です。で、ですね、今回やっぱりなんで失敗しちゃうのかなっていうところをちょっと注目して見ていきたいと思うんですが、まあ、まずはですね、うまくいってるケースっていうのをちょっと一本見ていきたいと思います。で、今回は、よいしょ。ですね、ボキさんのアタックが結構ね、どう見てもこれは刺さるだろうな感じの村にうまくはめてくれたんですね。これ見ていきたいと思います。で、そもそもこの戦術を選ぶときに、どういう風な村の特徴を見るべきかっていうと、すべての防衛施設が壁の外側、ないしは内側から抜けるような状態が作れるかどうかっていうところを注目点にすべき。であと、気をつけるべきはタウンホール、宝石機、インフェルノタワー、あとクロスボウですね。この辺の施設っていうのがやっぱりこの編成をする上での強敵になってくるので、こいつらを確実に壊せるかどうか、運で壊せる、よかったそっち行ってくれたらラッキーで壊せるっていうケースは非常に危険です。今回のケースでいうと中心部にこれが固まっているので、ど真ん中にボキボキさんしっかりとアーチャークイーンを誘導していきながら、さらにウッドランチャーでタウンホールを壊し、かつクラン城も壊し、でクエイクの呪文を使ってこの辺の投石とかインフェルノにダメージ与えていってますね。で、ウッドランチャーが出てきたイエティにこうロイヤルチャンピオンを混ぜ込んで、さらにグランドオーデンの項目の中央に使うために温存しているっていうところ、この辺のしっかりとやり方ができているので、中央がもう完全に殲滅できてます。で、こうなってくるとすごくもう強くって、あとは、もう周りに回ったネクロマンサーたちが、もうこのネクロたちはこの壁の隙間に入った瞬間に、両サイドですね、ここ、これもそうですね。両サイド、ここ、全部壁の外側から、内側からこう射抜けちゃうんですね。こういう風に。射抜けちゃうので、もう両サイドは完全にこれも止めるものがないですから、まあ普通に、壊していっちゃう。で、中央部を今言ったように、ウッドランチャー、プラスイエティ、ロイヤルチャンピオンで潰していくことができれば、もうそれはもう完全にあとは、思い通りにいっちゃうなっていう感じですね。こういう風に、壁を最終作り、穴開けたりとか壊したりした結果、それでも、壁の中側から打ってくるけども、こっちのこちら側は、壁の中に攻撃ができない、そういう距離感にある防衛施設、これが残らないことが、この攻め方をする上でのプランニングの絶対条件になってくる。で、今回の、ボキさんの攻めは、それをしっかりと、見極めて攻めたところですね。非常にうまいです。で、まあ、このユニットを出す順番とか、今言ったその施設の壊し方の細かいところは、過去の私の動画に、ジュンクさんの動画をですね、ジュンクさんのノウハウを教えてもらって撮った動画があるので、ぜひ見てもらえたらなというふうに。で、今回の、アタック、ちょっとそういった細かいところは一旦ちょっと置いておいて、ですね、やっぱこの攻めをしても失敗しちゃうケースっていうのがあるんですよね。こういうケースはちょっと気をつけた方がいいなっていうところをちょっとお話ししていきたいというふうに思います。だいぶ簡単。ませんでした。見ましょう。ですね、テイク2だと結構ね、カミカミになっちゃうんですよね。テイク1はまあそこそこ喋れるんですけど、が回らなくなってくる。三毛猫さんがね、この攻めめちゃくちゃうまいんですね。三毛さん、ドラグバットと、あとこの終了編成系の攻めがとにかくうまくて、
で今回の失敗はね、本当ご本人にしてもあれあれっていう感じだと思います。僕もあれあれって思いました。なんでこれミスったみたいな、そんな感じだったんですよ。もうなななな、みたいな感じですね。なんですけども、改めて見てみるとやっぱりいくつかちょっと気になる点は確かにあって、まあそこですね。まあちょっと、自分の中でその言語化できたらなと思って撮ってます。ゴーレムプラスアイゴレを出してから、スーパーウィザードを出してサイドカットをして、この1個目を全部削ってからのネクロマンサーとヒーローですね、ヒーローを出していく順番で行くわけなんですけども、ウッドランチャーを使ってこの壁を開けていこうとするわけなんですが、今トーム使いましたけども、このタイミングで見てほしいのは壁が開かなかったんですね。スピーディーに開かなかったんで、壁の中に入ってきたユニットがすごい少ないんですよ。アーチャークイーンも逸れちゃってるし、ネクロマンサーなんなら一体も入ってないし、ログランチャー、ウッドランチャーの中に入っている、これ、イエティだけになっちゃったんですね。で、こうなってくると、本来この攻めって、壁の中側が基本主力になるっていうのが、一番、ベーシックな形なんですけども、言ってみれば全部両サイド流しちゃった形になるんですね。でこういう風な状態を作ってしまうとやっぱりうまくいかないなというのが一つで、さらに中央に向かおうとしたユニットも多分ここのね、アンホール、これクエイクで起動させつつダメージを入れていってウッドランチャーで壊しちゃうっていう、パターンを狙っていくと思うんですけども、ウッドランチャーで壊すまでやっぱ時間がかかる、かかっている最中にこいつがネクロマンサーとか焼いちゃったっていうパターンですね。でそうなってくると、なおさら中央に入るネクロは全部焼かれ、残ったのはこの外周に回ってるネクロだけ。ってなってくると、壁の中からどん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 打ってくるわけですよ。なんでかっていうと、今回のこのパターンって、こういうところ、これは、ごめんなさい。これは、壁の外から狙いますけども、こういうところにある施設っていうのは壁の中から狙ってきた方ですね、こういうふうに。これもそうですね、壁の中からこれ狙ってきますね、こうね。なんですけども、その壁の中から狙うユニットっていうのがやられちゃったり、中に入っていかなかったりした場合っていうのは、延々とさっき言った届かないところから防衛が打ってくるパターンに陥っちゃうんですね。結果的にそれが原因で、壁外のユニットがやられちゃって、で、思いのほか伸びなかったというパターンになったんじゃないのかなと思います。ここやっぱ注意する必要が結構あって、壁の中にいかにしてユニットをちゃんと入れていくかっていうところ、それをするために三毛猫さん、ゴレを出してから、スパビズを出して、まず広く出して壁外1層目を削ってからネクロマーサーを出すっていう順番で、これはもうかなり、ジュンクさんのノウハウをそのまま使っている、かなりもう、なんだ、何ていうのかな、実績のあるね、パターンで入っていったんですけども、やっぱり壁が開いてなかったんで、そこから先、ユニットがみんな横流れちゃったと。で、さらに入っていこうとして近づいていたユニットも全部ギガインフェルノにやられちゃったというところですね。このやっぱりギガインフェルノとの距離感だったり、壁をなるべく早めに開けておくというような、スーパーウォールベーカー持っていくとか、いう措置っていうのがやっぱり、まあ、この攻めをする上では必要なのかなという点で、さっきのボキボキさんのアタックっていうのはそれができていて、実は、言わなかったんですけども、スーパーウォールブレイカーで壁の1層目開けてましたね。ところがやっぱり決まると、結果変わってくるのかなというところ。ちょっとここから先はもう何本か、この辺の、ドバタ式編成の攻め見ていきましょう。りょうたろうさん珍しいんですね、これ。ボスって呼んでるんですけど、僕ら。ボスの攻めはですね、基本安定感が抜群なんですね。で、今回の狙いっていうのはおそらく、こちら側の、よいしょ。なんだ、タウンホール側に、ウッドランチャーを出していって、そのままウッドランチャーで削っていこうっていう感じですね。でも、スーパーボールメーカー使ってしっかりとここ、壁開けしますよね。こうすることによって、バーバリアンキングが外に流れずに中に入っていくという格好が作れてます。これがでかいんですね。で、今これ火力が全然ないので、ここはまだトームを使ってません。ウッドランチャーの攻撃でこれもタウンホールが折れちゃいますよね。で、これぐらいの距離感でウッドランチャーを放っていけると、まあ、ウッドランチャーが4発、5発、6発とこう入っていくに従って、壁の中にある、ちょっと遠くにあるタウンホールを、攻撃をさせる間もなく壊すことができるという形になります。これやっぱ大きいですね。でさらに、ね、このやっぱこういうところがボスなんですよね、本当に。ウッドランチャーが出てくるのがホグライダーなんですよ。なんでホグって思うと、こっち側にユニットメインを進ませるから、ここの中心に入ったウッドランチャーからのホグはこのシングルに向かうってことを読んでるんですよね。これすごいっすよ、本当に。
だから、本来ここ壁の中から打ってくるけども壁外から打てないっていうところにシングルがあるじゃないですか。これはホグライダーで倒そうって考えてるんですね。じゃあこっちにあるインフェルノどうするかっていうと、これはロイヤルチャンピオンで壊すっていうプランになってるんですよ。だからこれで壁の中から外から全部の防衛が壊せるっていう形が作れるわけなんですよね。だから壁を全部作り変えるっていうのはもちろん大事なんですけども、こういうふうに壁を全部作り変えられないっていう場合、それでもやっぱりこのドバダシ系の編成が、そこだけちょっとうまくいかないんだけども、あのあとはすごく刺さりそうな配置だなっていう場合には、今言ったように、突破兵器をうまく使っていく。だって突破兵器の仕事量すごいですよ今回。だってタウンホール壊してホグライダーでシングル壊したんですよ、この壁の区画の中の。この仕事量半端ないですよね本当に。そういうようなところをしっかりと見極めながら使っていくっていうのがやっぱできるとですね、あの幅が広がると思うんですが、これは多分一朝一夕には僕はできる自信ないですね。あの多分ボスのセンスだからできたんだろうなと思うし、あのまあこういうドバダシ系の編成をよく使っている方っていうのはこういうところも気にしながらやってもらったらいいんじゃないかと思いますけども、普段使わずにポットでこう使おうとかされている方は、多分こういう発想まであの全部覚えようと思うと頭パンクすると思うんで、多分そこまではしていただかなくても僕はいいんじゃないかなと思います。むしろ自分がメインで使っている戦術をいろんな村にこうですね当てはめていくような、その幅の広げ方っていうのをしてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。ラストですね、白田のタック見ていきましょう。今回スパミズ系の編成をいっぱい見てもらいましたけども、こういうですねイエティネクロっていう形もあります。だったりあとは、スパジャイネクロっていう形もあったり、スパジャイスーパービザードっていう形もありますね。あのまあいろいろあるんですけども、ちょっとね、それどれがどういう風に強いのかっていうと、まあ、スパネクを使うか、ボーラーを使うか、ネクロを使うかっていうところに関しては、まあ、ある程度物が言えるかなって気がしますかね。あの、スーパーウィザードって、あの、施設が密集していて、各施設の防衛の、各施設の距離が、プラス離れである場合には使えるんですが、まあ、そうじゃない場合、なかなか使いにくいですね。今回のケース、これは、スパネクでも、スパウィズごめんなさい。スパネクでスパウィズ結構言い間違えちゃうんですね、僕。申し訳ない。あのスパーウィズでも今回はいけるんじゃないかなっていう気はしましたけども、今回シロさんはネクロを選択していますね。これは何なのかな、イエティネクロを選択するっていうのは結構珍しいと思うんですけどね。まあ、あの序盤に火力が集中している場合なんかは、イエティを持っていくことによって、まあ、ゴーレムとは違って耐久力はないんですけども、イエティ本体が防衛をこう壊しながら進んでくれるっていう力があるので、それで、序盤の高火力帯、今回みたいにこう相手のヒーローがいるとかクロスバーが集中してるなんていう場合には突破するには適しているかもしれない。そこにゴーレム持っていってもあっという間にゴーレム溶かされちゃって、特にこうネクロ本体とかにダメージが入っちゃうんで、であればイエティ持っていってやられた時のミニエティとかな、防衛壊してくれるということで、この攻撃は最大の防御ですね、これを使ってネクロマンサー延命させていくというケースも十分考えられるかなというふうに。で結果的にはイエティもネクロも残ってますからね、やっぱりこの攻め方は今回、このハマってたかなってところですね。あと、相手のこの、アイフォーとかアーチャトの、レベルが低いっていうのも一つポイントかなと思います。あの、これが低いとですね、やっぱり、シングルインフェとかでゴーレムがゴーンってやられちゃうっていうケース、もうイエティだったらダメージ分散できるし、でかつ、単発イセスのこういう防衛力が低いので、まあ、そもそもイエティがやられないんですよね。まあ、スケルトンは別に、一発食らったら怒っちゃうんで、まあ、ダメージ量ってのはそんな影響しないんですけど、まあ、イエティをが相手にする場合には当然ダメージ量大きく効いてきますんで、まあ、そういった意味でゴーレムとか使って少ない数のユニットがすぐシングルインフェノでやられちゃっていうケースを見越すよりも、むしろイエティを使っていって、なんだ、ターゲットを分散しながらかつ受けるダメージが少ないことを逆手に利用してこう取っていくというパターンっていうのは結構合理的なのかなと思います。シロさん、あの最近カンクラに入ってくれた方なんですけど、結構あのメキメキ上手くなってきてらっしゃって、あの防衛質がちょっと弱いんでね、 JWC とか少し出てもらいにくいんですが、クライアント対戦リーグとかおそらく来月からスタメンに出ていただくことになるかな。まあなんともあの交代で出てもらうとかいう形にはあのぜひなってほしいなと思っていて、すごくあのですね今あの成長が著しい方ですね。なんかちょっと今上から目線になったかなと思って、すごくね言葉を選んでしまってたらあのチグハグになっちゃったんですけども、まとめるとそんな感じです。あのゴーシロさん最近伸びがすごい高くて、あの攻めがね魅力的な攻めがガンガン出てくるっていうね、
はい、というところでですね、本日は、サービス終了編成系と言われる、まあ、ドバッと出す系の編成ですね、戦術のお話をさせていただきました。やっぱりですね、タウンホールをどう処理するか、あと壁の1層目をどう処理するか、この辺っていうのが大きく効いてくるので、ストランチャーを使うっていうパターンはすごく、あのクエイクでダメージを与えつつストランチャーで、タウンホールを壊すっていうのは合理的なんですけども、タウンホールが比較的こう入りの入る面の近くにあったりする場合とかは、あんまりその効果が、まあ、タウンホールがもう攻撃してきちゃうんで、得られにくいというところと、あと壁ですよね。1層目やっぱり、スーパーウォールブレーカーとかを使って、まあ、ウォールブレーカーでもいいんですが、壁をちゃんと開けて、ユニットが壁の中に入っていきやすい状態っていうのを作ってあげてから、出していかないと、結局、ネクロが全部両脇に逸れちゃって、うまくいかないケースがよくありますので、まあ、その辺の気をつけてもらえたら、この編成は比較的まあ強い編成なんで、いいきっかけになるんじゃないかなというふうに。はい、というところですね、本日は、私系編成お話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。もしこれ参考になったなと思いましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録やってもらえたらすごく嬉しく思います。またですね、私のチャンネル、これからもタウンホール11から13幅広く、動画を扱ってまいりますので、ぜひ、今後もご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで本日、動画この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。